さんこんにちは、バックス外館の1名の堀内香織です。アラブンチョクン学園へようこそということで、今回もですね皆さんに、まあ、簡単な単語だったり、文法だったり、そしてあんまり学校では習わないようなちょっと簡単な、実際に使う英語を、教えていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。アラブンチョクンもよろしく。まず行きたいのはとっても簡単な文法ですね。本当にベーシックなもの。これ多分皆さん見たことあると思うんですけども、まあ、文を作るときに疑問にする、疑問形にする、質問形にするっていうので結構苦労する方いるんじゃないかなって思います。もう本当に覚えるのはちょっとなんですけど、それがどっちがどっちだったんだっけっていう感じになると思うんですよね。なのでちょっと分かりやすく書いてみました。主語の後に何かここに動詞が来るやつ、You, I, they, we、 これ You とか、あとあの複数人になるときと自分ですね、自分とあなたと複数人は全部 Do です。アラブンチョ君、 Do you speak English? Yay! Yeah, you speak English! みたいな感じで Do you なんとかなんとかなんとかっていうこの、動詞が来るような文は全部 You, I, they, we、あなた、私、複数の形の主語の時は絶対に do です。はい、そして続きまして、 he、she、 彼、彼女、相手方なんだけど彼、彼女っていう風に主語を使う時は絶対にこっちです、 does。 そして過去形の聞き方あると思うんです。なんとかしたとか、そういう感じですね。 Did you eat breakfast?アラブンチョ君、Did you eat breakfast? ご飯食べ、朝ごはん食べました?食べた!みたいな感じのちょっと過去にしたことを聞くときは、もう何が主語であれ全部 did です。はい、そして、まあ、この文章で動詞を使わない聞き方ってあると思うんですけども、それも紹介していきたいと思います。アラブンチョ君、OK かな?準備 OK? イエーイ!それではいきます。まずはですね、あなたは何とかですか?あなたは何とかですか、彼らは何とかですか、私たちはどうですかっていう聞くときは全部 are ですね。 You are っていうののそれが逆になったバージョン、 Are you? Are you Japanese? アラブンチョ君、 Are you Japanese? イエーイ感じで、まあ、結構あの形容詞だったり名詞が来るような聞き方をするときがこの R とかのこの B 動詞って呼ばれるやつですねを使います。そして自分の時 I am って言いますよね。なので Am I っていう聞き方になります。これはもう本当にその B 動詞と主語をひっくり返せば質問文になると思ってください。そしてこの He と She ですね、この時は必ず Is です。 He is、 She is、 なのでこれをひっくり返すと Is he? Is she?そしてこれの過去形がねちょっとまた難しいんですけど、これはもう覚えるしかないんですよ。本当に申し訳ないんですけど覚えるしかないんですこの R は全部 were になります。そしてここですね、 He、She、I 全部 was になります。 was、 was、 He was、 She was、 I was、 なので was IWas he? Was she? っていう感じの聞き方になります。これはねちょっと覚えるのが最初は大変かもしれないんですけど、これさえ覚えちゃえば大体の文章を質問できるので、ぜひここは頑張ってお勉強してください。そしてちょっとプラスの情報なんですけども、この You ですね、あなたはっていう言い方があると思うんですけども、これはですね You はあなたたちはっていう複数形も含むことがあります。それどうやって見分けるのって思うと思うんですけども、それはもう文脈から判断するしかないんです。 Are you? があなたのことなのか、それとも3人ぐらいいて Are you? なんとかって言われたら私たちのことかなって思ってください。どっちかはもう文脈であの判断する形になります。あと本当にすごくカジュアルなんですけど、 Are you guys?なんとかなんとか、これは文章で固い、例えばこうレポートを書くときとか、あとは上司に手紙を書いたりとかメールを書くときには使わないんですけれども、友達の間とか
あとはもうちょっと親しい仲の方々とかと話すときに使う言い方です。これよく見ると思うんですけど、 Are you guys friends? あなたたちみんな友達なの?みたいな、 Are you guys friends?そこにいるいろんな You の複数形に対してこういう言い方をよくします。似たような単語、そして日本語で訳すと同じ言葉になってしまうけどニュアンスが全然違うっていう言葉があるんですね。それで私がよくいろんな方にこれってどうなのって聞かれる言葉たちをちょっと集めてみました。実際何が違うんだろうって思うような言葉たちです。まずはですね、動詞の見るっていう言葉、英語で大きく分けると3つあります。厳密に言うともっとあるんですけども、これがよく使われる見るに、日本語の見るに当てはまる see, watch, look っていうこの3単語ですね。実際どういう風に使うのか、何が違うのかっていうのがちょっとニュアンス的に分からないと思うので、そこをまずアラブンチョ君と一緒に理解していきたいと思います。さあまずですね、 see ですね。これは比較的なんとなく目線に入っちゃったものを見たみたいな時に使うことが多いと思ってください。なんとなくこうフラフラしてて Oh I see you! アラブンチョ君見つけたみたいな感じだったりとか、あと例えばフラフラしてて誰かに会ったみたいな時にも Oh I saw her! I saw her! とかもよく言います。あ、彼女見かけたよみたいな、そういう時に see とかを使います。あとは watch ですね。これはもっとよく見てる感じの見るです。どっちかっていうと観察に近いような見るを watch って使います。日本語でも使われてるバードウォッチングとかもこれですね。あとテレビを見るとか、あと映画を見るとかも I watch TV、 I watch a movie って言うと思うんですけども、そういう時も結構こうその番組をよくよく見てるみたいな意味で watch 使われます。はい、そしてこの look なんですけども、 look はですね see よりももっと意識を使って見てる感じですね。 please look at なんとかなんとかって言いますよね。何かを見てくださいとか please look at なんとかなんとか、それはもう意識的に目を向けてくださいっていうことなので、 see よりは自分で意識して見てる感じが look になります。まあ、たまに聞かれるんですけど、この watch と see の違いでたまに I watch a movie って言いますよね。でも I see a movie も言うんです。ただ I see a TV は言わないんですね。はい、なんでかっていうと watch a movie、 これはもう本当にニュアンスなんですけど、これです。Watch a movie っていうと、なんとなく家とかで見る感じ。Watch TV もまあ大体家でテレビ見ますよね。なので、Watch a movie っていうと、家とかなんか場所でこう映画を見る感じ。で、I see a movie. I want to see a movie. 映画が見たいなのこっちを使うと、なんとなく映画館に行ってみたい。の方のニュアンスになります。こっちだと I want to watch a movie っていうとなんかちょっと家の感じ、ただ I want to see a movie っていうと映画館の感じがあるんです。なのでムービーに関してはこれ両方使えるんですけど、なんとなくのニュアンスの違いがあります。はい、見るのニュアンスは伝わったでしょうか。大丈夫ですかね。分かった。アラブンチョ君 OK OK さあ続きまして、こちらですね、 cold and cool、 これ両方とも日本語にすると寒いみたいなイメージがあると思うんですね。 cold 結構冷たいとか寒い、これは気温だったりとか水だものの温度にも使えるんですけど、 it's cold、 アラブンチョ君 it's cold、 寒いっていう感じの言葉です。そして the water is cold、水が冷たい、水が冷たいねっていうのにもこれ使えます。 It's cool っていうとちょっとひんやりみたいなイメージもあります。ただあんまり使わないかな。 Cool って温度的なものにも使えるんですけれども、
と使って言うと英語で実際使うときは彼ってクールだね、アラブンチャ君 is cool とか、アラブンチャ君クールじゃんっていう感じに使われる方が多いです。これは両方人に使えるんです。ただ cool って言うとおいすごいイケてるじゃんクールじゃんっていうイメージになるんですけど、 he's cool って言うとすごい冷淡な人だねっていう意味になっちゃうんですね。なのでちょっとこれ間違えると悪く取られる可能性はあるので、この cold っていうのはちょっと冷たい人だねっていうイメージになってしまうので、人に使うときはちょっと注意が必要です。こちら warm and hot、 warm and hot、 これもちょっと分かりづらいかとは思うんですけども、 warm はちょっとあったかい感じ、暑さです。 hot はもう本当に暑い、暑いっていう感じに使います。アラブンチョ君 it's cool。続きまして、こちらですね、またあんまり学校では習わないような、でも実際によく使われる、口語だったり会話の、言葉、そして単語をちょっと今回は教えていきたいと思います。イエイ。ラブンチョ君、たまに花粉とかでくしゃみ出ちゃったりするするかなそんな時に使われるのがこれですね。くしゃみをした時に言うんです。 Bless you、 くしゃみをラブンチョ君がしました、クシュン、 Oh bless you っていう感じで使います。はい。そして、人に会った時、友達に会った時なんですけども、これ本当によく使われます。 What's up、 これどういう意味かっていうと、あ最近どうっていう本当にただ単の挨拶なんですね。あ元気みたいな、日本語で本当に見て会う時にあ元気って言うじゃないですか。本当に元気かどうかを知りたくなくても結構言う言葉じゃないですか。それぐらいのレベルで使われる What's up っていう言葉があります。で友達とか相手ですね、これはちょっと年上の方とか先生、そしてちょっと目上の方とかに使うとちょっと失礼に当たるような、表現ではあるので、親しい友達などなど、などに使ってください。 What's up? アラブンチャ君、イエーイ、 OK? Not much? Good? そんな感じです。はい。そして What's up? って言われたら特に何もなかったら、oh, Not much? そんな何でもないよ最近、あなたは You? みたいな感じで言うことが多いです。意味だけ知っとくといいかもしれないですね。実際に使わなくても言われた時に どういうことってなっちゃうと、ただ単にちょっとした挨拶なのにそういう反応すると、え、なんかあったのかなって思われる可能性もあるので、ぜひなんとなく意味を知っといてください。そしてこの2つ、この下に書いてある言葉なんですけど、これあんまり本当に見たことない人多いんじゃないかなとは思います。ただものすごくよく使うんです。あんまり学校でもなかなか習わないかなっていう言葉なんですけど、なぜかよく使うんですよ。なんか不思議なものを見たりとか、なんか変なもの見たみたいな時に使うのが weird、 なんかちょっと変じゃないみたいな、日本語でも多分よく使うと思うんですけど、 oh that's weird、 なんか変だねみたいな時に使うのがこの weird です。そしてこちら awkward、 すごい気まずい時に使います。 oh that's awkward みたいな感じで、なんか誰かが言っちゃいけないこと言ったりとか、なんかちょっと気まずいようなことがふと起こった時とかによく使われる、うん、なんかちょっとうんみたいな時に使う言葉が awkward っていうのをよく使うので、この2つなかなか多分意味聞いたことないと本当にわからないと思うんですけど、口語でも話しててもよく使われるし、よくそういうことあると思うんですね実際に生きてて。なのでこの2つ知っとくと結構便利かもしれません。はい、ということで今回ですね、簡単な英単語、そして文法だったり、あんまりこう学校で教わらないようなこともちょっと今回はレクチャーさせていただいたんですけど、アラブンチョ君どうだった？はい、それは OK だったのかな、大丈夫、楽しかった、イエーイ、ありがとうございます。そして、画面の向こうでね見てくださってる皆さんも、なんかちょっとあこんなこと知らなかったなみたいな感じで、ちょっと、皆さんのためになったらとても嬉しいかなと思います。そしてぜひぜひね、こちら YouTube、 そして放送もありますので、たくさん見て覚えてぜひ使ってみてください。それではまたラブンチョ君学園でお会いしましょう。バイバーイ。